とひらまさだね、こいつはね。まあ、ゆっくりやりますよ。大したデカさじゃないけど、まあ、一頭目だ。お願いしますね。ちょっと待って、ごめんなさい。すいません。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。4.5 5キロねえかな、すいません。まだですね、あと 10m ぐらい。おお、パーク。やずっぽいな。リーダー入りますね。お、こっから行くか。瞬間だ。よいしょ。竿の敵じゃないですね。来ました？ええ、やっぱそこの方で食ったな。ヤズちゃんですね。すごい。これで一人でランディングできます。大丈夫。
3キロぐらいだよ。あとはいえ青物楽しいね。ああ、すいませんね。もうリーダー入ります。ああ、いらっしゃい。はい、座って。はい、座って。これで5匹目だっけ。まだ不景な。ああ、超えた。超えた。はい、オッケ中層でなんかヒットしたから、これ青もんじゃねえな。バイブレーション系の引きってことはカツオかキメジだべ。シイラじゃねえよな、まさか。ぶり上げられるからいいっすよ。船長ぶり上げられる。これ小さい、小さいだから多分ちっちゃいくない魚かもしんない。もう上がります。もうちょい、あと5メーターぐらい、それでリーダーに入りますね。あれすげえ上で食ったけど失礼しました。ちょっとこのタイミング火が来るかなと思って、さっきからでかいの狙ってるんですけどね、ヤズ牧場になっちゃったからずやつですか。Thank you.
大丈夫です。ちょっとね強引すぎるから、グッとやると魚がびっくりして本気になっちゃう。波があるときに船が持ち上がるととんでもない力かかっちゃうから、いる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 よいるよ。見えてるよ見えてるよ。ああ走ってんのか。ちょっと魚いちゃいますね。でもまあいいサイズだ。あ、なんかすげえことになってんな。ちょっとで糸を出してもらっていいですか。巻いとうかな。首振り具合はどうかな、どっちかな。あ、やつだなこれ。そうそう。さっきからバラしまくってる人間の言うことだから、あんま当てになんないですけど。これはタモリでいらないですね。大丈夫です。まあそんな感じもなんかしなきにもあらずだけど、なんか暴れ具合はそれっぽいですけどね。ヒラマサじゃなくてヒラゴだけど。もったいないからすくっときましょうか。さすが船長ですね。はい、はい、ありがとうございます。あ、まあで思ったよりは、さすが、あ、やばいやばいやばい、さすがアンチョビットシャープですね。あ